皆さんこんにちは。ラーシネマティック、今回もご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、すごい元気が出る素敵な映画をご紹介したいと思いますが、ゲストの方にお越しいただいております。東方東亜の関西宣伝、稲地桃江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの前回出ていただいたのが、はい、透明人間っていうホラー映画でしたよね、はい、透明人間がストーカーだったらっていうお話でした。結構話盛り上がりましたけど、はい、今回は、まあ、こういう女性が映画見終わった後に、はい、カフェとかでずっと喋っていられるような、はい、そういう映画、そう、明るくて元気が出るような映画を持ってきました、ね、いやもう本当この時代ね、あのこういう映画やっぱり見とかないとっていう、タイトル、ネクストドリーム2人で叶える夢という映画です。まず最初にじゃあちょっと予告編をね、はい、ご覧いただこうと思います。音楽プロデューサーを夢見るマギーは、ハリウッド伝説の歌姫グレースのパーソナルアシスタント。I didn't want to tell you, but I did a cut of the album. Hey, who the hell you think you are, Missy Elliott? I just wanted to take a shot. I don't really care. A new album, that is what you should be doing. 一人で頑張っていても叶わない夢が周囲を巻き込み動き出していく、この冬最高のサクセスムービー。I've never worked with a female producer. I want to be a part of that. ネクストドリーム、二人で叶える夢。ということで、はい、まあ、とにかくパワフルな歌が、はい、続々と流れるという、はいはい、ね、もうたくさんオリジナル楽曲がたくさん出てくるんですけれども、その楽曲のプロデューサーが、ジェニファー・ロペスだったり、ビヨンスだったり、レディー・ガガをプロデュースしたことのある伝説のプロデューサーと言われている方で、どの曲もやっぱり聴いていると勇気が出たり感動したりすごく乗れたりとか、すごい素晴らしい楽曲がいっぱいの映画っていう特徴がありますね。あの見てたらだんだんこうお尻がこう動くなるっていうかね、そうなんです。そういう曲もいっぱいあるんですけど、はい、この映画は、すごいベテランのアーティストがいて、はい、ね、売れに売れてたんだけど、まあ、今はちょっとヒット曲に恵まれていない、はい、で付き人の若い女の子がやってきて、その付き人の女の子がもう彼女のアーティストの才能に惚れ込んでて、はい、ね、もうプロデュースしたい、彼女をこういう風にしたらもっとプロデュースできるんじゃないかって思ってるわけなんですよ、はい、でも、まあ、若い子の言うことはなかなかベテランは聞けないっていうのはどの国も一緒で気持ちはわかりますね、はい、そこからこの若い付き人とそしてベテランのアーティストの2人のコラボレーションが始まっていくっていう話なんですけど、あの私まず第一にすごい、まあ、私はこれね、はい、あのどっちの視点で見るかってあると思うんですけど、はい、稲地さんはこの付き人の彼女でしょ、ダコタ・ジョンソン。そうですね、ね、はい、私はこのベテランなんですよ年齢的には、まあ、売れてないけど、あの経験を重ねてるっていう意味で彼女の視点で見るんですよ、はい、でその時に何て言うかな、こう今までずっと一緒にやってきた仲間が、何十年も一緒にやってきた仲間がいて、で若い子が入ってきていくら熱意があってもその優先順位としては古い仲間を優先しなきゃいけないっていう、はい、こうなんか考えがあって、はい、でもその時に何かを捨てて新しい息吹を入れないといけないっていうことを、はい、この映画でまずすごい学んだんですよ。あ、そうなんですね、はい、捨てることの大切さ、ま、別に彼女はあの古い仲間を捨てたりしないんだけども、はい、でも新しい風を入れるっていうことってすごい大事って思ったんですね。新しい意見を取り入れるっていうのはなかなかこれまで成功してきた方とかすると難しいのはすごくわかりますね。じゃあ稲地さんは彼女のその若い子の付き人の視点からどういうふうに、はい、思いました。でもなかなかこう目標に向かって少しずつ近づいているのにちょっと壁が立ちはだかっ
てなかなか超えられなくて、またそういうタイミングでその仕事以外のところもうまくいかなくなるっていうのはなんかあるなっていう経験があるなっていうのはすごく思いました。すごい、だからあのハリウッドっていうかそういう大きな世界を描いてるんですけど、でも描かれている内容はすごいリアルで誰にだってあるっていうようなことですもんね。そうですね、やっぱりスタッフの方も女性が多かったり、このお二人も女性ですし、やっぱそういう女性の働きにくさとか、その将来未来のビジョンがちょっと見えにくいとか、そういったところがやっぱ 全世界共通っていうのがなんか分かるなっていうのがありますね。で、まあ、あの女性がたくさん出てくる映画ですし、そういう歌手の世界を描いているので、この彼女の歌姫の衣装がもうすごいもうインスパイアされて、はい、冒頭で飛行機から降りてくる時に白いワンピース着てたでしょ。着てます。あれも欲しい。素敵、帽子も ね、すごい合ってて素敵ですよ ね、まあ、あれ似合うかどうか別として、欲しいって思う衣装がいっぱい出てくるんですよ。そうなんですよ ね、私はそこも結構ダコタ目線でカジュアルが好きなので、うん、結構ダコタの衣装もすごい可愛かったので、うん、すごい好きです。で付き人だからどっちかっていうとね、カジュアルで、はい、あのデニムとか履いてたりとかするんですけど、はい、でもちょっとおしゃれなんですよ、ね、ちょっとジャケットにフリンジがついてたりして、うん、まあ、彼女のその役の中での出身は結構海岸沿いであったり、そういうカリフォルニアっぽいところなので、うん、そういうカルチャーがちゃんと役に反映されて衣装にもらわれてるのがすごく可愛かったですね。はい、なんかこうあの成功した人がやっぱ若い人を引っ張っていくっていうことと、はい、そして若い人が新しいその息吹を入れることによってまたそのベテランが花開いていくって、なんかねこれ見てて、これね2人で叶える夢っていう副題がついてるんですけど、はい、もうこれがまさしくそのまんま描かれていて、はい、お互いに相手の人生を応援し合えるかっていうところで、さらに人生が加速していくかどうかって決まるんちゃうかなって、この映画みたいな、もう私はもうあーってすごいインスパイアされたんですよね。あー、よかったです。あの稲地さん自身はどういうシーンがすごい印象残ってるとか、はい、ここが好きとかっていうのあります？私はやっぱりこう、ね、これまで過去の若い時のヒット曲にそのトレイシーが引きずられていたのを解決というか、まあ、一歩踏み出せた新しい曲を作ってレコーディングをするっていう場面が、まあ、ラストにあるんですけど、はい、そこで歌う曲がやっぱり一番こう込み上げてくるものがありますね。ね、はい、またあの出てくるお父さんとかも素敵ですよね。素敵ですね。ちょっとコメディ要素がそういったところに入ってるので、すごいあのなんかずっとこう力が入らないというか、気軽に見れる作品になっています。いやこれね、私ねあのラブアクチャリーっていう映画が大好きで、はい、であのもう本当に何が好きって言われて必ずその作品に答えるんですけど、はい、そこの制作チームが作っているっていうことなので、はい、とにかく、ま、男性ももちろんで特に女性が、はい、なんていうのかな、この映画を見ることで自分の可能性に気づくっていうか、はい、ね、そうなんですよ。この宣伝のコンセプトというか、うん、テーマとして令和版プラダを着た悪魔って言ってるんですけどこうそれからあのこう女性の背中を押しつつ、まあ、素敵な恋とかプライベートも仕事も女性が輝けるようにその背中を押せるような作品になっています。確かに本当プラダは着た悪魔を見てうわーっと思った人はね、これね、あ、素敵ってきっと思いますよね。はい、さらにここ歌がついてくるので、はい、ね、はい、ちょっとこう車の中で聴きながら、はい、いろんなそのあのシーンを思い出したいなとかって思う曲がいっぱいあって、そうなんです。その試写会の後に結構あのラジオ関係者の方とかはすごいサントラのお問い合わせすごいいただいてて、やっぱサントラがすごい、うん、また個人的にも良くて、ちょっと休憩中とか聴くとすごいテンションが上がるので、うん、そちらもチェックしてほしいですね。今多分流れてると思うんですけど、あの、うん、こういう曲がもうたくさん使われているんです。彼女は女優さんでしょ。でもそうなの、女優さんとか脚本とか、うん、あとはドラマ、うん、なんかそういうところのプロデューサーとかもしてるんですけど、でも歌は歌ったことがないというか、ちょお母さんがダイアナロスっていうあの伝説的歌手のダイアナロスの娘さんなんです、ね、え、私ちょっと待って情報が全然ないままここに今座ってるんですけどちょっとあの資料読んでなくてごめんなさい。え、そうなんですか。そうなんですよ。
だけど彼女は女優さんで歌はあまり今まで歌ってこなかったんですけど、今回初めてこの映画で歌ったら、もうそのスタッフとか現場の人も、あ、やっぱりすごいなっていう、そこで泣き出す人もいたりとか。そうなんですよ。え、もうそれが何よりも今収録中に驚くという。ですか。はい、そうなんですよ実は。で、ダコタ・ジョンソンの彼氏役のケルビン・ハリソン・ジュニアも両親がミュージシャンだったり、まあ、彼も歌ってるんですけど、うんうんうん、そうなんですよ、皆さん歌がうまいっていうのはやっぱりルーツがあってなので、絶対歌声は保証されています。なるほど。最近音楽映画ってね流行ってますしね。はい、はい、ね、ぜひ皆さん見ていただきたいと思うんですけど、まあ、とにかく成功するためには誰かを応援するっていうところから始めなきゃいけないっていうことを私は学びました。あ、そうですね、自分の成功だけじゃやっぱりダメなんですよ。そうですね、応援しながら巻き込んでいって、そうみんなの夢にして叶えていくっていうのがすごくいいですよね。ぜひ見てください。あの年末に本当におすすめですし、はい、新しい年を迎えるためにこうパワーをもらえる、はい、そう、この1年すごく暗かったのでやっぱりそうやっぱり年の末にこういう明るい元気な映画を見て、ね、こうそんな時代でも頑張ろうと思えるような作品になっているの で、はい、見ていただけるといいかなと思います。はい、ネクストドリーム、まあ、来年に向かって次の夢っていう意味でネクストドリーム、2人で叶える夢ご紹介しました。稲地さん、ありがとうございました。ありがとうございました。